モデルプレスカウントダウンご覧の皆さん、こんにちは、ランです。これから日本でいろんな活動をしていくんで、みんなよろしくお願いします。私人生初めてのランウェイで、すごく緊張したんですけど、ファンの方がみんなたくさん来てくれて本当に嬉しかったし楽しかったです。みんな本当に忙しくて、モデルさんだけじゃなくてメイクさんとかヘアさんとかスタイリストさんとかがみんなが忙しくて、見るの面白かった。ケミオさん最近本当にファンでずっと見てるんですけど、そのケミオさんと挨拶ができて本当に嬉しかったし、キュッテさんもたくさん見てて挨拶ができて本当に嬉しかったです。その本当になんかその時流行ってるのがなくて、自分でちょっと作ってみようっていう考えで作ったんですけど、そのくらいたくさんの人が踊ってくれて本当にびっくりしたし、もっと TikTok を頑張ろうって思うきっかけになりました。こんなにランウェイみたいにたくさんの人がいるわけじゃなくて、カメラだけ結構いっぱいやって、でもそれだけでもう全国の人が見てるんだって思って、もうすごく緊張してました。なんか私まだまだこれだけ続いていきたいとかの仕事がなくて、なんかいろんな仕事を楽しみながらいっぱいやりながら本当にやりたいことを探したいなって思ってて、これから皆さんにたくさんいろんな活動をしながらいろんなランチを見せたいと思います。もともと日本に来てずっとホテルで暮らしたんですけど、最近日本で一人暮らしを始めました。なんか掃除するのも料理するのももうめっちゃ大変です。お母さんがいたいです。なんか日本に初めて来て本当にいろんなファンの方に愛されていろんな活動ができて、もうなんかまだまだ長い人生ですけど、その中でずっと記憶が残る1年じゃないかなと思います。みんなありがとうございます。まずやってみることです。みんなやってみてください。